リベロセコンドさんよろししくお願いしますロンカープもバラード1番もクラシックでは超有名な曲なんでそれを弾いているからって羽生ファンだと思われたくないです特にバラード1番はショパンの曲の中でも特に有名な曲なのでそれを弾いているからってその人が羽生さんのファンだとは思わないでください私もピアノを弾くんですが羽生さんが使う前から弾いていたのに羽生さんが使い出してから な,なんだか弾くのが恥ずかしくなって、一人にとだけこっそり弾いています。うんおー。なるほど。ね。なるほどですね。うん。まあ、あんまりね、気にしなくてもいいのかなっていう気はするんですけどもね。うん。まあ、でもこれは人によって変わってくるかと思うので、なるほど。参考にはしたいと思うんですけども。うん。 むいっーさん、よろしくお願いします、えー。こちらはファンタジーオーマイス2023年に羽生選手全日程インということで、新,新規の、新規ビジ,ュビジュアル公開ということですね。あ、新規ビジュアルかなうん。真ん中に羽生選手当選、当、え、然、ー、午後のパレード2022の時の羽生君です。はい、いけてる、かっこいいって、おそういうことみたいですよ。 で、ファンタジーオンマイス2023の日程、幕張公園5月26日金曜日、5月28日まで。で、宮城公園は 6, 6月6日金曜日から6月4日の日曜日。で、新潟公園は6月16日金曜日から6月18日日曜日。神戸公園は6月23日金曜日から6月25日日曜日ということですよ。うん。はい。 いやあ、これで初夏も羽生三昧ということでしょうか。うん。チケットは4月以降です。え発表はされてますけど、まだちょっと先ということで、一旦落ち着こうと。いやあ、次から次へと入ってきて、嬉しいですけど、ちょっと落ち着きが必要ということでしょうかね。うん。まだギフトも何,何往復もしてる方もいますので、ねえ、いやーこれはこれはっていう感じはしますね。うん。えー、 風呂式カラカラさん、よろしくお願いします。えー、こんばんは。すごくドラマチックにしたい人はいて、嫉妬とかは使えますが、フィギュアに残れる人はいわゆるコミュニケーション能力がある人です。えー、コーチをやるにしても、インコを借りる。 あ、リンクを借りるつてや、フリースケッシュを確保したり、いろいろ顔が広くなればなりません。うん。え陰謀とかえ嫉妬とか言っているのはタイヤだけです。エフィギュアのファンの中には敵を作らないと楽しくない人がいるように思います。あ、それは多分あるかもしれませんね。星にとって大事な人も平気で攻撃しますよね。うん。まあ実際にはフィギュア界は結構いろいろあるかと思うんですけど、まあ、そこはちょっと、どんまいということで。うん。 まあ、羽生くんの周りはちょっとよくわかりませんけどもね。うん。ただ、あの、家族の、あの、親、親御さん同士の結構歪みとかは、これは実際はある部分はあるんですけども、えー、藤原桃子さんよろしくお願いします。えー、かむお疲れ様です。1ヶ月300時間は労働基準法でダメですね。おばあは雇い主なんで、24時間体制の 小さな会社はヘルパーさんが仕事中は責任上休みなしになります。うん。300時間やっぱ労働基準法でダメですよね。で、何かあった時はすぐに飛んでいけるように待機しています。おばあだけです。これで、それで2 1年間は えー、旅行、遠出はしていませんでした。いや、これはちょっと危ないですよ。うん。仕事第一で,で,でしたよ。で、夜中でも利用者様からの呼び出し、えー、体調管理不調などがあるときは行け行きますよ。でも、この1年は夜中の仕事は受けないようにしています。えー、自分自身が体調不良,不良なので。うん。で、今は、娘に体調、代表を譲ったのです。で、あ、譲ったって譲る、譲る。あ,あらら、羽生譲になっちゃったと。うん。 マッサージに行ってたんですが、先生に今日は嬉しいことでもありましたと言われましたよ。えー、それで羽生選手の話で盛り上がりました。で、えー、元気が出る、癒される。彼はすごい効果をもたらすんですね。ただ、ただもんではないですねとおっしゃったんで、はい、だって羽生譲れ,羽生譲れですもんとお伝えしました。すると、えー、すると先生は羽生譲れにしか出てない効果、羽生譲るしかできないなんて、すごい才能の持ち主でしたね。 あなたは元気にできる人はなかなかいませんよ。あ、そういうことなんですね。確かにこれ、ハブ君の口癖ね。うむうむ。これから今日、あの今日ですね、えー、っと、今日あ、今日、3回目のギフトに行ってきますね。うん。あの 3, 3回目。うん。これで、えー、計16回目、ちょいぼけが始めの、えー、おばあには、このぐらい見ないと、ちょっと前のことを忘れてしまいましたんで、よしとします。で、あの、計16回目。で で、えー、勝手に自己判断ですが、株君あまり無理されてくださいねえー。カブ君が具合が悪いと心配ですよ。おばあは空を飛べないんで。 緊急対応はできませんよ。ただいま、ギフトが始まりました。これは、羽生結弦の鼓動から始まります。そして、これは29年前今頃から始まりましたよ。羽生結弦の心臓ができた頃から始まっていました。今日までの言葉すべて決まっていたことだからと思いますね。それが羽生結弦だから、それが僕だから、かぶくいつもありがとう。また明日ね、おやすみなさいませ。う もう生まれる前から、もうことは全て決まっていたっていうことでしょうかね。これもなんかスピーチャーの話でありますよね。うん。実は人間って生まれた時から寿命も決まってるっていう話聞きましたが、それ聞いた僕ヒヤッとしましたね。はい。えふみこさんよろしくお願いします。かぶくんこんばんは。乗ってステラータのライブビュー第3規模まで全部落選しました。ショックです。明日からの先着順頑張ります。あ、 あのライブビューイングも落ちることってあったあるんですね。でもこれは場所によってっていうことでしょうかね。うーん。あのライブビューイングは結構遠くのところとか行ければ多分行ける可能性もあるんですけども、まあ、結構やっぱ地元とかで人がいっぱいいたりすると人気があって取れなかったりするっていうことがやっぱあるんですね。いや、これはちょっと先着順ちょっと応援していきます。はい。 えー、ハニープーさん、よろしくお願いします。ファンタジーオーマイスの羽生選手の全日インが来ましたね。アイクリの方は、方うは、えー、来週から早,早速チケットの申し込みが始まります。えー、まずは、こちらで参戦をしますが、今までとは違い、羽生結譲るイン発表の争奪戦当てる気がしないです。うーん。いやどうでしょうかね。あの、これ実際やってみないとちょっとわかりませんが、まあ結構他の選手も出るということなんで、うーん。ね、まあ、 またこれはどんな倍率になるのか気にはなるんですけども、うん。まあ皆さん、あのファンタジーオンアイス見に行きますかねうん。結構、どれくらいの人が見に行くのかっていうところがまあ気にはなりますね。うん。えー、まずみんさんよろしくお願いします。 えー、カム君、こんにちは。スターズオン・ワイスは当たりが良かったのですね。私はワールドに行くので申し込みはしませんでした。うん。両方に行く余裕もなかったから、逆にしておけば良かったからも。私は羽生選手のショーは外れまくりです。でもなぜかいつもライブビューは真ん中前方くらいの映画館の、えー、特等席です。でも私としては映画館の席ならば、どこでも良くて、なんなら一番前のスクリーンのど真ん中でも OK です。うん。で、それと、えー、昨年、 マキュリ・えー、幕張ワンタッシー・オンバス・落選のリベンジで申し込みした。えー、ザ・アイスは、表情最前列でした。今年はザ・アイスは新潟公演はないのですが、あ、ないんですね。うん、だからそういうことらしいですよ。で、ショーにもよると思いますが、最前列は最後にフェンスまで寄,せら,れあ寄らせてもらえて、えー、選手たちが真ん中に立ってくれて、本当に近くで見れました。2、えー、列目以降の人は、通路は、通路を警備の方が、 負債で降りて来られないようにされていました、えー、これの前だとあの？は 拍手やハイタッチ、あ、拍手やハイタッチ、えー、プレゼントの手渡しもできた時があります。えー、これも賞によると思いますが、ということですね。うんこれは今後どうなんでしょうかね。えー、今年は、えー、新潟はファンタジーオンバイアスがやってきます。えー、最後に生ハニューを見たのは、コロナ前の、だいぶ前のファンタジーオンバイアスの新潟公演です。もう何年前やんと。うん、あコロナ前っていうことは2019年前ということでしょうかね。数年前までのシングルママの私は、2人の子供のシン でお金がかかって愛称はハードルの高いものでしたえ、男子2人を専門学校に送り一人は3年間のコンピューター関係でめっちゃ高額でしたうん。え、その会もあってえ、息子は東京ヒルズの森田バーの中にある会社に入れたんですがあ、おめでとうございますいつか続けようと気になりますねうんでもなんかだったとするとまあいい感じなんでしょうかねうんふみこさんも一度です カくん伝統失礼します。いつも落選のコメントでごめんなさい、えー。家族に話してもそんなことどうでもいいって言われる。あ、ひどいですね。うん、それはひどい。ひどいですよね。だからここでカくんに言うしかないんです。私って本当に苦渋が悪い。 えー、ギフトは、えー、冒頭のそこに幸せはありますかの一言ですでに泣いてしまいました。えー、私の席から、ほプレがが一番よく見えたんで、えー、キラキラの衣装にうっとり、アシュラちゃんの、えー、キレッキレダンスは、えー、ジャニーズの子も見て勉強をしたらいいと思いました。ああ、なるほど、ね、逆いいですね。うん、普通、逆にこうジャニーズを見て勉強して氷に行くなら分かりますけども、逆なんですね。うんで えと生ハニューってこんな足が長いんだ。いや、そんなの前から分かっているけど、改めて感動しました。ノッティステラータはフルで買おうかな。スターズオン・ワイスも当たりますように。うん。いや、ね、本当ですよね。次こそはと。まあ、ね、あの、ね、ほんとそんな感じ。まあ、当たる賞もね、あるかとは思うんですけども、まあ、結構どれが当たるかって分かんないですよね。うん。えー、みかんさん、どうもです。かぶくん、こんばんは。私も スールとドライブビューリング組でしたけど、ドームで見ているようで、 羽生選手の美しさと迫力には圧巻でした。翌日はスポーツ紙を買い込んでえ、羽生選手の大きな,え大きなえポスターをリビングの壁に4枚並べて貼っています。家族が帰ってくる前に、剥がし、あ、外し、また翌日には朝から貼っています。なかなか余韻から抜け出さず、頭の中はあの時のいろんな曲が一日中流れて、私を楽しませてくれています。多いいですね。うん。でもこれ、家族にバレないようにということでしょうかね。うん。 自分だけの部屋を作って、まあ、自分の空間とかだったらいいんですよ。ポスターとか貼ると、やっぱりね、怒ったりとかする家族だと、ちょっと面倒さかったりするんで、うん、まあ、僕も基本的に部屋にはポスター、家族いるときは貼らなかったかなあ。ポスターってあったかなうん。まあ、いろんなね、ちょっと黒歴史の僕にもあるんで、まあ、あれですけどね。他のね、人がやってることは本当気にしたいんですけども、うん。そして、マディンさん、よろしくお願いします。 WBC 大谷翔平、3月、3月、えー、あ,あと、えー、に、羽田空港に到着した、アメリカ駐在大使と面会した後、羽田空港から小型チャータージェット機で、えー、名古屋へインとで、所要時間一1時間、えー、混乱を避け、新幹線移動はなし。えー、タラップ降りてくる姿は、急等身か。うん、ヒューゴボストのスーツが爽やかでかっこいいとね、いうことですね。うん、はい。 でえっ、ー、とノッティストラートを見るのか WBC を見るのかで話題になってますけども、うん、そしてノエルたちさんよろしくお願いしますカブくんこんばんは JTB から最終案内がまだ届かないんで電話をしたら マリアになってしまいすいません。明日かあさってには U パックで届きます。と言われたから、明日ではなく、えー、今日届きました。うん。行きも帰りも10時過ぎの新幹線なんで、えー、観光など全くできませんが、目的はハ生羽生を拝むことなんで、他のことはもうどうでもいいです。うん。ホテルが即日ではないんですが、えー、近くにファミマがあるので、11日にホテルをチェックアウトしてから、えー、朝ごはんを、うん。 買いに行こうと思ってるんですが、駅には仙台名物のお弁当や針の月が売っているかもしれないんで、時間があれば買おうかなと思っています。うん。でもシャトルバス発着が10時なんですよねえ。会場まで50分ほどかかるらしいので、そんな時間はないでしょう。うん。でも1回だけえっ、ー、となら新幹線の時間変更が可能のようなんでえ、もう一度確認して大丈夫なようでしたら駅をうろつき。 えー、タイですうんべて駅の様子くらいは見たいので、もしかしたら美味しそうな牛タン店を見つけることができるかもしれないですし、うん、牛タン店ですね。経験上、あまり大きなお店は外れなことが多いです、えー。新幹線の時間変更が可能ならば、食べログで駅中のお店をた調べてみようと思います。ななんんかかか小さい店でなんかあの暖か、うん なんかいろいろあるようなところだったらいい気がしますね。うん。で、そのうちの名物を食すのを旅行の醍醐味としてるんで、公演終了後に食事をする手もえあります。ホテルが仙台駅から5分のところあるので、あ、あるので、うん、うん。でも、えー、迷子になるのが、ホテのは私は気をつけなければいけません。まだ生ハニーを見る実感が湧きません。あまりに唐突に、えー、当選は結果が分かってしまって、えー あの、分かってしまったので、結果発表日を忘れてしまったので、メールが送信されてきたことが分かったのが、翌日で支払いが明後日までだと言われて、その後はもう焦りまくりでクレカ決済しかできないと言われたんで、えー <laughs> トレカ会社に連絡を入れると、枠は足りないと言われてしまい、また JTB に電話をして、家族カードなら使えというので、弟からカード番号を教えてもらい、翌日弟に使った分のお金を返したので、すっからかになってしまいました。うん。実は、今、投資詐欺案件で弁護士さんに依頼をしているんですが、解決できるのかどうかは不透明で、着手金も高かったため、余計に禁憲さんです。ああ、こんなこともあったんですね。うん。そして、 お金が戻ってくることに一度の望みをかけているんですよね。そして、大、えー、金なので、なんだかうまい具合に言いくるめられてしまいました。いやこれはちょっとあれですね。詐欺師って誘導が巧みです。最初は投資話では全くなかったんですけれど、弁護士事務所も弁護士さんも動いてくれているようなので,ですが、どこまで証拠を集められるのかに勝かかっています。10年分の口座明細を銀行に出してもらったんですが、口座を返さないで支払いをしたお金は当然、 明細には記載がないので LINE のトークしか証拠はないんですとうん。 で、えー、しかも私のごそ、ご操作で肝心な箇所が消えているので、その後の登録から案件の話を見つけなければいけないわけです。見合わせも住所も電話番号もわかんないので、ツイッターのアカウントなどからも調査をしているようです、えー。結構時間がかかりそう。結構なんか大変なことになってますね。うん。そして、また話がされました。私ってすぐに人の話を信じてしまう傾向があって、今まで何度も裏切られてきたんです。情けないです。いや、ちょっとね、あの <laughs>、 羽生くんですとか言って、詐欺あの、来る可能性もあるんで、ちょっと注意が必要ですよ、うんあの。そういったチケット買えますかとかっていう詐欺もあるかと思うんで、ちょっと注意していただきたいなと思いますよ。うん、えー、レモンミカンさん、よろしくお願いします。ファンタジーオンバイス2023の発表がありましたね。羽生さん、早いわ。どうしたことでしょうこのペールイエローみたいな明るい疾走感はペールイエロー。 何か乗り越えた感があり、幸せそうですね。どんな曲になるのか楽しみです。どうぞまっすぐに行ってください。気がなく健康で落ち着いてね、羽生さん。いやー、本当にスピード速いですね。このペール・イーローっていうのはどういう感じなのかあれですけども、うん、ね、どんなプログラムを披露するのか、もう、あの、ね、うん。 えー、マスミンさん、よろしくお願いします、遅くなりましたが、歩き様へ、歩き様は今まで理不尽な案件で、えー、関係者に電話やお手紙を出したりするほど、本当に羽生選手を思い出し、くじ運も断然いいから、またファンタジーオンマイスに行けますよ、えー、今回は残念な結果になりましたが、歩き様はな羽生選手とこれからは長い付き合いになるので、えー、また取り戻せます、また会える日が来たら、羽生選手なら、小1回分で過去、えー、のもやモヤを晴らしてくれます。 でえー、ご自分のと家族の皆様をお大事にしてくださいいねうんいや本当ですね、まずは体調がね、ねあの良くなることが一番いいかとは思いますけども、いやー、でもちょっとね、チケットは本当、奇跡的にゲットできたっていう話もあっただけにね、うんなかなかちょっとあれ、もやもヤしちゃいますけどもね僕、僕もちょっと悔しい思いがありますね。うん はい。ということでございますけれども、藤原恵子さん、よろしくお願いします。カム君ギフト16回目の視聴終わりました。もう16回目。うん。えー、会場に来てくださった皆さん、配信で見てくださっている皆さん、皆さんがいてギフトが作られています。本当にありがとうございました。えー、息をこらえて、えー、滑りながらでも、やっぱりスケート好きでよかったです。うん。思わば簡単にコロニン,ンコ。うん あ、このリンクはですね、えー。今日という日が皆さんの人生にとって、えー、少しでも記憶に残って辛い日々でも少しでも変えられる日でありますように。えー、羽生選手の頃からの言葉でした。うん、そしてこちらこそ素敵なギフトありがとうございました。えー、羽生譲弦の言葉にまたまた涙なしには見て見られないおばあでした、えー。今夜は会場の皆さんが天使,のあ天使に見えました。うん、自分の席が見つけられる人多いと思います。 うん、あで、これ、記念ますね。羽生選手と同じ画面に映っているわけですから、記念になりますよね、えー。ひどいね。あ、ひどいひどいね。あ見、見にくいんでしょうかね。ドッキュンですわね。一盛り上がりしました。株、えー、君、本当に皆さん、えー、ありがとう。感謝です。おやすみなさいませ。やでもこう、生羽生を見に行った人っていうのは、実際に自分が見てた観客席をみ見てみるっていうことも、これ、ありますね。うん。どのような画面になるのか、あれですけども。うん。 はいね、そういう人いたらちょっとね、 あの気になりますけども、えー、ノエルタチナさん連投失礼します。ファンタジーオン・ワイスは羽生選手は絶対出演するとは思ってたんですが、緊、え、急、ー、スタンでスルーと献身したもの、それが揺らいでしまっています。いやーですよね、もうこれはちょっとどうしましょう、うん。ゲストにもよりますが、オープニングのかっこいい羽生選手とグンプが、えー、見たいですし、ほ、え、か、ー、も所々見どころ、ま、見どころ満ウなので、そしてやっぱり羽生選手演技が見たい。今のところテレ,テレビ放送は未定かとなっていますが、えー、テレ朝が放送 そうするとしたらテレビのプレミアム席で我慢するしかないかと思っています、えー、当選する前にこんなことを考えていても始まらないのですが誘惑に負けて応募してしまいそうですいやね乗って捨てた後で運を使い切ってしまいましたし、えー、今年は昨年よりチケット育戦が激しくなりそうなんでどうせ応募しても落選は目に見ている、えー、見えてるんででもトライしたいのもつら、えー、いですし昨年騙されたうん リベンジをしたい気持ちもどかかにありますすら葛藤ですテレビ放送が決まってくれればいいのですけども、羽生選手のファンの中には、羽生選手が出るところが短いからと買ったことがない人や、羽生選手の出番まで、退屈さと言っている人もいますおなるなるほど。私はそんなことはないと思っていますが、羽生選手がファンマンションを始めてしまったので、余計に羽生選手だけを見たい人が増えて、倍率が落ちる可能性も考えられます。うん、どうなるんでしょうね。 羽生選手が出演するショーで、他のスケーターを見たい人の方が多いと申しますけど、スターズオンマイスについて、えー、セリフが生まれない羽生,羽生選手、にスーレンが頼んだという噂になって、あれだけステレンに嫌な思いをさせられたのに、なんで出るんだろうと言っている人もいますと。うん、はい。ということなんですね。で、羽生選手、羽生選手、選手浮かれて出ないでほしいとコメントされている方もいましたが、ごめんなさい、本音は浮かないでほしいのかと思ってしまいました。でえけれど 世界的に羽生選手ほど正しい技術で演技が上手い人は、他の選手とファンの方々には、品種を買うのを覚悟で言うとい,かいないんですよね。それはプロローグとギフトで証明されてしまいました。他の選手のファンの方々はプロローグとギフトを見ていないと思いますから、羽生選手がどれほど異次元かは分かっておられないなと思いますし、認めたくない気持ちはよく分かります。でも、当時会でジャッジが公平ならば、まだ優勝できるレベルだと言っている人たちがいるのも事実ですと。うん で、IS、A、のマークや裏事情はまでは言いませんが、最近 IOC か何かしらの警告,が警告が出たようです。アマチュアの選手は羽生選手が言っているように、基本をしっかりしなければならないを演技に集中するだけではなく、いま度見直してみてはいかがでしょうか。ioc かか何かしらの警告 なということなんですね。なるほど。えー、すみません。半反でコメントをしました、えー。もちろんそれを実践している選手は、えー、これに当たりま,たりませんが、えー、マリニックのスキットを指摘する人もいるので、えー、日本の選手にはそんなジャンプを飛んでほしくないのでコメントをしましたということですね。うんまあ、これにてちょっとあれなんですけども、まああの IOC が警告でたってのは、これはあの今年のまあルールがちょっと変わったっていうことでしょうかね。うん、ちょっと気になるところなんですけども。はい。 はい、えー。というわけで、ありがとうございました。一旦動画を止めていきたいと思います。